こんばんは。えらい上だな。よいしょ。この辺でいいか。はい。というわけで、41人の皆さん、こんばんは。なべちか23の時間がやってまいりました。今週、わーい、地元だとおっしゃる MI さん。あ、ということは今日、通る北九州方面が地元ということですね。ぜひ、解説を、ね、リアルタイムでよろしくお願いしたいと思います。アイリンさん、かっこいいオープニング、ありがとうございます。アーカイブの方でももちろん残っておりますので、その都度ぜひね、見たくなったらぜひ見ていただきたい。見たくなったらすぐオープニング、いいですね。全然違いますね。何だったっけ。あ、そう、41人の皆さんと共にお届けしてまいります。ナベチカー2C、 今日が142回目でありますね。今日の動画でありますが、1時間23分36秒、まあまあの尺であります。まあ、1時間30分ぐらいがこう平均的なので、ちょっと少ないかなっていうぐらいですね。そういえば安田産業汽船は利用できない、できるはずです。できるはずです。そこまで僕は詳しくないのでわかりませんが、確か生き残ってるはずですよ。ちゃう、そうですね。ポクポクタンさん、こそりようこそ堂々とご覧ください。ありがとうございます。44人です。では、まずはですね、時間もあることですし、いつものようにこちらのコーナーから参りたいと思います。カー23ニュースから参りましょう。はい、というわけでやっぱりまずはこれですね。ノミネートならず、カー23は落選。はい、先週の金曜日ですね、14日バレンタインデーの午後2時にユーストリーム大賞のページで発表がありました。で、どんな感じで発表されるのかなって思って見ていたらば、2時過ぎてもまだしばらく発表されなくて、何が見たくなったらすぐ23、ありがとうございます。字余りってとこですけどもね。で、14日バレンタインデーの午後2時になってもなかなか始まらない。2時3分ぐらいになって始まったんですかね。急に各番組のダイジェスト映像が流れ始めて、エントリーナンバーワンどこどこ、エントリーナンバー、どこどこ、なんだこれ、全番組流すのか、エントリーの91番組全部流すのかと思ってたらば、急に番号が飛び始めて、で 4,5 番組ぐらい流れたところで、ああそうか、ノミネートされた番組のダイジェストが流れてるのかっていうことに気づき始めます。そうした頃にはもう僕の番号、エントリーナンバー051が飛んでまして、もう60いくつぐらいまで行ってました。あ、落ちたわということに気づいたわけです。ノミネートされなかった、そうなんです、ドリームゴーさん、そうなんです、ノミネートされなかったんですね。というわけで、まあ、10番組、その後ね、各エントリーした配信主向けにユーストリーム対象側からメールが来ました。13番組が決定しました。で、その内訳は、順位によるエントリー番組プラス特別賞3番組という書き方をしてありました。ということはつまりベスト10と特別賞3番組という意味ですねと僕は理解しました。で、その番組が、まあ、一気にその映像の、ラインナップにダーンと紹介されて、あ、翼藤井さんこんばんは、今週も健さんありがとうございます。で、そこでこう紹介されていった。で、
まあ、福耳も映りましたね。それから空き地も映りましたね、なんてことがあったわけです。こんばんは、今から見ますね。あ、友太郎さんありがとうございます、ようこそ。という、まあ、ラインナップがずらーっとやって、そっけないですよね、せめて MC つけて。そう、僕もね、それやってくれたらまだ腑に落ちたというか部分はあったんですけれどもね、もう急に何の説明もなしにいきなりエントリーナンバー1のあれは確かどこだったかな、ワンボタンの声だったかな、あたりがこういきなり流れ始めて、なんだなんだと思ってるうちに、うん、13番組ずらーっと行かれて、そう、今目かも流れましたね。はい、というので13番組ずらーっと行ったと。急に始まったもんな。そうですね。で、なんか文字がバーって出てきて、で最終的にドーンと13番組のラインナップがこうずらーっと表になったものが出てきて、そのまんま終わったんですよね。まさきおさんこんばんは、ようこそ。なべちさん、あらら、この番組ユースト大賞の、そうなんです、おっしゃいました。授賞式費用の節減目的でノミネート番組、まあ、ただね、あれなんですよ、去年のエントリーは180番組でした。で、今年のエントリーは91番組でした。半分になったわけです。ということは去年と同じく20番組呼ぶとは僕も思ってませんでした。きっと減るだろうなと思いました。まあ、20の半分で10もありうるかな。まあ、一部では、10番組だけじゃちょっと、会場寂しいよね、だからもうちょっと呼ぶんじゃないのっていう声もあったんですけども、まあ、結果そういうことになりましたね。10プラスアルファ3つプラス、プレミアムメンバーの招待5組、まあ、計18組ということになりますね。説明なし、ユーストリームを不意打ちかけます。まあ、そうですね、構成が下手やな、まあ、言ってしまえばそういうことですね。この発表方法はそっけない。まあ合格発表なんかもね、結局番号ダーンって出るだけですから、まあ、それに準じた形かなという感じがしますけれどもね。発表にもエンターテインメント性を求めるかっていうとそうじゃないかもしれません。なべちさん残念でしたね。なぜ13番組がエントリー数なのか疑問でした。そうですね、まあ、上位10番組と特別賞3番組というのがどうやら真相のようであります。はい、では、まあ、2-3 的に先週予想しましたよね。それも含めてじゃあちょっと、こちらの見ていただきましょうか。浜内奈さんこんばんは、ようこそ。50人です、ちょうど50人です。ではこちらご覧いただきましょう。13番組がノミネートということになりましたね。先ほども言いました通りベスト10プラス特別賞という、内訳ということになりました。その、13番組はこんな番組です。来年こそ、そうですね、あまりやると順位が分かりそう。そうなんです、ちょっと分かっちゃいそうな気がするんです。こちら、まあ、ももクロ TV、グッジョブ TV、ストラボ東京、アップルニュース、アップルニューストリーム、ワンボタンの声、そう、これだ、これが001だったので、これから出始めたんですよね。特別賞の顔ぶれとユーストアジアのつながり、しがらみを調べていると、いや、まあ、しがらみはまではないかもしれませんけどね。で、アキッチンに今めか、塚原真紀子の福耳ラジオ、犬汁、東京女子流のユースト TV、そしてタイガー&バーニー、ストックボイス HD、時々未来、アマチアス、サイトの情報番組、以上の13番組が出てきたわけです。で、先週この番組ではベスト10を予想するなんてことをやりました。その顔ぶれの中からこちら、今囲ってあります8番組がノミネートということになりました。まあ、これ結構な的中率と言っていいんじゃないでしょうか。まあ、ただこの中に、ユーストトゥデイが入らなかったのは非常に僕は個人的には感情としては心情としては残念だなという感じがします。これが4年前の原発事故でありましたからね。こっちだと、まあ、そうですね、特別賞の3番組は何でしょうか。それも僕はちょっと予想がもうすでにできております。ストックボイスは特別賞やろうね。それから、精度が高いと噂のナベッチの予想、そうですね、先週もご覧いただいている皆さんからは、競馬の予想やみたいだなんていう、ね、声もありましたけれども、僕が予想した
10番組のうち8番組、この赤で囲った番組群ですね、まあ、ももクロ TV は間違いないでしょうと、それからグッジョブ TV とストラボー東京で、2位争いをするんじゃないかで、4位争いで、ワンボタンの声、そしてアキッチン、今めかあたり、この3番組でおそらく4位を、争うんじゃないかで、福耳も入るでしょう。で、犬汁も結構強いですよと、犬汁確か10位予想にしていたんですけども、ひょっとしたらもう少し行くかもしれないなんてことを言っておりました。で、僕が予想しきれなかったところ、まあ、プラス、まあ、3番組呼ばれるとは、分かっていませんでしたので、この5番組、下の方にあります5番組なんですが、まず東京女子流、勢いがないんでベスト10入らないんじゃないかとも言いましたが、入ってるんですね。だ、ひょっとしたら東京女子流に入れた方っていうのはミクシーだったり、Facebook だったり、そういったところで票を入れた方が多かったのかなという後々になっての観測です。ナベチさんは当たる確率が高い予想屋さんになってます。そうですね、ありがとうございます。で、タイガー&バニー、これもね、あんまり入ってるイメージはなかったです。ストックボイス HD、 これもあんまり入ってるイメージはなかったです。ストックは有料配信をしていてモデルケースとして表彰、あーなるほどね。で、時々未来で、アマチュア埼玉情報番組、うん、じゃあこの中で、ま、僕の予想が正しいとして、仮に正しいとして、赤で囲った部分は1位から10位に全部入るとして、じゃあこの下の5番組の中でベスト10に入るのはどれかなって、考えたときに、まあ、まずこれだったら東京女子流が入ってくるであろうと思います。これで9番組、10番組目は何か、そうなるとっていうとこなんですけども、そうなるとストックボイスか、タイガー&バニーになってくるんじゃないかなというところなんです。まあ、逆に言うと特別賞を狙いっていうのは言い方が失礼ですね、特別賞じゃないかと思われるものとして、まず筆頭格に挙げられるのがこの時々未来っていう番組です。これどういう番組かっていうと、お母さんとお嬢さんの2人でやってる番組なんですね。まあ、個人配信主を、すくい上げると、拾い上げるという意味では特別賞3番組設けてるという中では、まあ、この番組を拾ってくるっていうのはありなのかなという感じがします。ですので、これおそらく特別賞でしょう、僕の予想ですけどね、あくまで僕の個人的な予想です。で、もう一つ、アマチアス埼玉情報番組、これ何かっていうと、埼玉の、ご当地アイドルの皆さんがやっているという埼玉の情報番組なんだそうです。まあ、ですから、3番組ある特別賞のうち、まあ、アイドルにも一番組あげますよという意味でここに入るんじゃないかな。で、もう一つ、これが分かりません。タイガー&バニーかストックボイスで HD か、さっきね、イグロさんがおっしゃってました、モデルケースとして表彰されるかも。そう、去年の特別賞が IWJ、3位だか5位に入った IWJ でした。5位に入った IWJ でした。まあ、ジャーナリズムにもあげるという点からいくとストックボイスかもしれないな。ただタイガー&バニーっていうのは唯一のいわゆるアニメ配信なんですよね。アニメをそのまま流すっていう、ということは、まあ、どっちかがきっと入ってくるであろう、特別賞に入ってくるであろうというところだと思います。タイバニーが強かったりする、ということはタイガー&バニーは普通にベスト10、ストックボイスが特別賞、こういうことになってくるのかもしれません。え、お嬢さん可愛いの？結構可愛らしいお嬢さんだと思いますよ。お母様とお嬢さんお二人で、されているという、そういった番組が時々未来、エントリーナンバー062であります。福耳は当然トップ10に入るでしょう。そうですね、これはもう間違いない。僕が赤で囲ってる部分はおそらくベスト10は間違いないと思います。ですので、特別賞から先に考えるんであれば、時々未来、アマチュアス、そしてストックボイス、この3つがおそらく特別賞に入ってくるんじゃないかなというのが僕の見立てです。タイバニ結構人気なの、そういう声を聞くとやっぱり精度が上がってきますね。ストックボイス、時々未来とアマチュアスがおそらく特別賞じゃないかという予想となります。で、これで終わりかと思えばそうではないんです。こちら、そのメールに書いてありました、
11位から20位のランキングについては28日に表彰式が行われるんですけれども、その、まあ、僕が行きたかった表彰式なんですけれども、その表彰式の配信が、まあ、表彰式の後に11位から20位のランキングを発表しますということが書いてありました。楽しみですよね。楽しみな反面、それすら落ちたらへこむわというのが僕の心の声であります。11位から20位は28日の表彰式の後に発表されます。これ多分11位の人は相当悔しい思いをするんじゃないかなって思うんですけどね。まあ11位でかつ特別賞にも入らなかったらという意味ですね。魂だけでも参加します。そうですね。あと投票数を公表しないというのはビジネス上の調整をしているから公表されないのではという疑念を抱く人がいそうですね。私は同じ、そうですね。まあ、ただ去年も公表されてませんし、まあ、今年も公表しないっていうんで、まあ、ね、あ、そうなんだ、そうなんです。というわけで11位から20位28日の、表彰式後に発表となりますけれども、ショックめっちゃ大きい。そうですよね。11、12、13ぐらいは特にねショックだと思いますよ。ナベチさんに一言、落ち込まないでね。そうですね。20位に入らなくても落ち込まないようにしないといけないんですけど、ただね、やっぱ今回のその13に入ってなかったっていうんで、ちょっとね、まあ予想はできた結果ではあったんですが、それでもちょっとなんか寂しかったなっていう、なんか辛いなっていう感じはしましたね。まあ日にちがバレンタインだけにね、あの子からチョコをもらえなかったかっていうのとすごく、似通ったものを感じてしまいました。20位までにはなんとか入ってほしいね。まあ励みになるかも。まあそうですね。というわけで、こちらも勝手にではありますが、11位から20位はどの番組か、また私予想をすることにしてみました。時々未来は特別賞でしょうね。でも広島の番組なので、そうですよね。同郷の方にとってみれば本当に嬉しいと思います。しょぼーんということですけれども、56人の皆さんと、では11位から20位はどの番組が入るのか、私渡辺大輔の勝手な予想です。これあの本当に先週も言いましたけども、エコひいきとか、なしです、そういうのなしで抜きで予想してみました。11位から20位はこの番組じゃないか、ポン。はい、ユーストトゥデイ、古谷香織の金曜ハミング、ストックボイス HD、そして僕生ハゲ、シャチホコ TV、リオンの部屋、アメーバスタジオ、道楽 TVZ、 そして、ヤブストリーム Z、 西日本ハンバーガー協会プレゼンツ、そして道楽 TV、 あ、道楽 TV2 つ入れちゃった道楽 TV2 つ入れちゃった。あ、じゃあちょっとこれ間違いだな。はい、まあいいや、間違いを言っちゃっておりますが、まあこれそうだな、正直ね、20位に近い番組っていうのがねほとんど分かんなかったもんで、下の方はもうほぼ当たらないと思います。で、我らがカー2-3、我らがっていうか僕の番組ですけどね、2-3というような予想です。11位から20位の予想が当たったらもっとすごいですよ、予想屋さんに。そうですね。ただあの1個ダブっちゃってますんで、この時点でもうおしまいという感じですけどもね。で、さらに分析深めていきましょう。ナベッチ遠慮がち、まあ、これあの11位から20位の順番で並べたわけじゃないですよ、そうじゃなくて、ちょっと上げてみただけです。で、こちら、はい、まあ、残念ながら僕の予想したベスト10の中で、2つだけ外れてしまいました。ユーストトゥデイと、金曜ハミング、この2つがおそらく11位から20位には入ってくるであろうと。まあ、ユーストトゥデイも去年は18位でしたし、三上さんが相当死に物狂いで頑張っていたというのも見ておりますので、そういった意味では去年の18位を超えて15位、13位、11位なんていうのも、一番悔しい11位なんていうのもあるかもしれないということですね。11位あるから大丈夫ですよ。 1,2,3,4,5,6,7,8、 あ、本当だ、11個入ってるもうボケボケやな俺もボケボケです。じゃあ道楽 TVZ2 つ書いてますが、1個にして10で OK ですね。あ、よかったよかった。ナベッチ遠慮がち、ふむふむ、20位内には入ってほしい。そうですね、本当だ、11位あるわ。もうボケボケですね。いかんな。
ユーストリーム大賞もゲーム実況とか入れたら次回からの、そうですね、新しい機能が出たっていうんで、ユーストリームゲームっていう分野を作ってあります。これ今日発表されたんですけど、皆さんもぜひご覧になってください。お疲れモード、答え合わせは、3月4日の放送で、そうですね、やりますよ。で、まあ上2つ、そのユーストトゥデイと金曜ハミングあたりは去年もベスト20に入っている実績もありますんで、これはまあ間違いないであろう。で、さっきのページで言いましたストックボイス HD 特別賞じゃないかっていうことを言いました。で、特別賞だからといってベスト20に入っていないとは限りません、うん、なので、きっと3番組のうち、まあ、1番組ぐらいはベスト20に入ってくるんじゃないかという予想のもと、ストックボイス HD 特別賞も取り、そしてベスト20にも入りというのを予想しております。で、僕生ハゲ、これが去年ベスト20に入っております。今年も、まあ、根強いファンもいらっしゃるかと思いますんで、おそらく入ってくるんじゃないかなというところ。で、シャチホコ TV っていうのが、ももクロ TV、 ももクロの妹分なんだっていうことを書いてありました。で、ある日僕が投票ページ見ていたらば、ももクロの妹分に1票っていうんで、票が入ってました。そうです、ももクロはもう勝つであろう、間違いないであろうと思った、ももクロファンの方、まあ、通称モノノフって呼ばれる方々が、おそらくその妹分にも、出てほしい、もうアイドルで席巻してほしいという、考えのもと、この妹分であるシャチホコ TV にも票をバンバン入れていったんじゃないかということが考えられますんで、20位以内に入ると予想しました。その下のリオンの部屋っていうのは個人配信のように見えますが、なんだか結構大きな部屋の形をしたセットから配信しているように僕は拝見しました。どうやらカメラマンさんが別にいて、その人がこうリオンさんっていう人をこう撮っている、その様子をこう何カメかあってそれで撮っているっていうような、風に僕は見ました、うん、サイバーさんの配信とか入ったらすごい、そうですね、すでに県外の端子、そうなんですね、そして モロゾフではないですね、はい、再び着席いらっしゃいませ、はい、合計視聴数100を突破しました、ありがとうございます。で、リオンの部屋、そういう番組ですね、まあ、いわば広い意味でのアイドル配信という言い方もできるかなと思います。で、52、エントリーナンバー52、アメーバスタジオ、まあ、これもいわゆる複数コンテンツ番組というんで、これも結構根強いファンがいるんじゃないかと、各番組ごとのファンが多いんじゃないかというんで、ベスト20入りを予想してみました。道楽 TVZ もまあファンが多いですね。で、ヤブストリーム Z、 これも確か去年20位以内に入ったはずです。で、2-3、先週予想しました、ひょっとしたらベスト20前後にいるんじゃないかっていうことを書いておりましたんで、まあ、入ってくるかな。まあ、ここだけは希望的観測を入れておりますけれども、貢献した対象とかあったらいい、あ、そうですね、貢献した対象ですね、うん、貢献度賞みたいなね、あればいいなというふうに思うんですけれども、どうでしょう、11位から20位、私はこういう、番組が入ってくるんじゃないかなという予想です。先ほどありました通り、答え合わせは3月4日の配信で、やりたいと思います。まあ、全ての結果は2月28日午後5時からだったかな、ユーストリーム大賞2013の表彰式、こちらの方で明らかになります。はっきり言ってどの番組が、いつやってるか分かりづらい、まあ、そうですね、確かにね、まあ、まだユーストリーム大賞のページはまだクローズになってませんので、それぞれの番号を見ていただいて、でそこからリンクが貼ってありますんで、ぜひね、そちらをご覧になって、そしてこの後の番組っていう欄を、見て、そこからぜひ、各番組を見て見られてはいかがでしょうか。まあ、生もそうですし、アーカイブ残ってるところだったらばそれでも結構です。ぜひ見てみてください。ほとんど知らん番組ばっかし、まあ、それが逆にいいじゃないですか。皆さんの知らない分野に、出会えるチャンスができたという考え方もできるわけですからね。知ってる番組ばっかり出てきてもそれはそれでつまらないかもしれません、知らない番組があるからこそ、新しい
世界にね、皆さんが踏み込めるチャンスがあるというわけであります。で、最終的に、それすら落ちたらマジへこむわというところでございます。確かに知らん番組が多い、それも一理あるですよね。おちおち道案内もできんわい。これはあの波平さんの最後のセリフでございました。もっと簡単なテレビ欄みたいなのを作って、まあそうですね、確かにもうちょっとね、確かに分かりやすいのがあればいいなとは思うんですけども、シャチホコまだ見たことない、あとは見たことある、あ、他は全部すごいですね。 LC さん、じゃあいろんな番組ご覧になってるんですね。あ、滝口純平さんが、おやおや、あとさんはどこに行くんですかね。あは、踏み込みチャンス。そうですね、俺もわからん、主にニコ動や四つ部市長、ああそういう方も多いでしょうね、確かに。ということで、私の予想したベスト20はこういった番組群で、結果ノミネートされた番組はこちら。また23位とかいう、それもあり得るっちゃあり得るんですよね。ただまあ、それすら落ちたら本当にマジへこむわというところであります。不自然なのがストックボイス。まあ僕の予想するその、特別賞3番組はその今この画面に映っている下3番組ですね。ストックボイスに、時々未来に、アマチュアス、この3つがおそらく特別賞ではないかと。これあくまで僕の勝手な予想ですからね、それが当たるも発見、当たらぬも発見というところであります。というわけで、今回の23ニュースでありますけれどもね、ユーストリーム大賞ノミネート13番組が決定、11位から20位はどんなランキングになるのか、そんな予想をしてみました。いかがでしたでしょうか。残念ながらね、カーツ3は落選となりました。私が知っていて見たことがある番組は数本かも、僕もそんな感じですね。ドリムゴさん、あはー、おやおや、安住さんたらもう毒舌が過ぎるんですから。はい、というわけでございまして、表彰式後ね、ベスト20のチャンスが、もう本当にそこにかけたいと思います。それでベスト20にすら入らなかったら本当にへこみます。皆さんがいっぱい投票してくれたにもかかわらず20位にも入れなかったら本当にちょっと辛いなって、思います。気持ちが萎えるかもしれません。その時は励ましてください。よろしくお願いしたいと思います。やっぱり私はタイムラインの楽しいのが一番ですね。まあ結局そうなんですよね。こうやって数で、あくまでこのユーストリーム大賞っていうのは数で、純粋に数で決まるというところではあるんですけども、いわゆる見ている人の幸福度ね、満たされた度合い、そういったところで選ぶとまた結果はガラッと変わってくるんじゃないかなというふうに思うわけであります。というわけで今日の23ニュースお送りしてまいりました。時刻は11時27分です。そろそろ行かないとまずいですね。今日のテーマはこちら、都市を感じる小倉寺。先週ね、予告の時にずーっとね、注意されたにもかかわらず、小倉寺って言ってたんですけどもね、おざまーすの方になっちゃいます。そうじゃなくて、都市を感じる小倉寺、国道322号線のその2をお届けしたいと思います。地図はこちら。釜石、大力だか大力だか、そういったところからの、そういったところからのスタートです。その時はミキティ氏がナベチの頭を撫で、そうですね、撫でにね、来てくれればいいんですが、ズラの、まあね、その幸福度で言うと、あの奥さんがバロメーター。まあ、あの奥さんは相当なバロメーター動いてるっていうことになるんでしょうかね。ありがたいですね。小倉を小倉というのは、あ、そっか、小倉庵って言いますもんね。京都ですね。僕はほのぼのしたドライブ番組のカーツ3、ありがとうございます。友太郎さん、そう言っていただけると本当に僕は非常に、救われるわけであります。ありがとうございます。そういえば今日見来て、そうですね、いらっしゃいませんね。ひょっとしたら、ね、体調不良なのかもしれません。体調不良主婦見来っていうようなところかもしれません。ではそろそろ参りましょう。58人の皆さんと共に参りましょう。ナベチカー23、今回は、先週ご覧いただいた雪道の下った後ですね、峠を越えた先、トンネルを作っている、バイパスを作っている、そんな工事現場からのスタートです。ごゆっくりとどうぞ。
八丁峠を抜けてまいりました。199号線は行かないのか。行きました。行きました。その峠を越えなくていいように今トンネルを作ってるんですよね。もちろん数で選ばれるのは非常に嬉しいことではありますが、見ててやってて楽しい番組が一番だという考え方もあると思いますね。そんなこと言ってるとミキティ来るよ、来ていただければ嬉しいですけども、まあね、ミキティさんは引きこもり宣言そうしてましたね、それはね。はい、工事現場です。神経使ったな。カンナさん、ようこそ。地図届いたかな。まあ、先週雪道を通ったわけですが、その同じ日です、1月23日の収録で、天気としてはすこぶる良かったんです。この日も改良という名の改悪が起こる、国道クラスターにとってみればそうですね。おお、いい景色でしょ。交通誘導員が暇そう。そうですね、あんまり通らないですからね。あの福岡県民にとってみればこの峠がね、悪路だっていうのは非常に有名なものでありますから。さあ降りてきました。あ、いいですね。ドライブされた。ドライブって本当楽しいんですよ。その景色を見るだけでも楽しいし、まあ、鉄道好きな方にとってみれば、運転しながらその車両に近づいていくっていう人もいるでしょうし、でも30分ぐらいで、まあ、いろんな、ね、楽しみ方はあります。気がしません。あと好きな人とデートで行くっていうのもいいでしょうしね。ダダさん、快晴。そうなんです、めちゃめちゃいい天気でした。ストロベリーアイス、うまうま。外は歩くと滑る。一台もいない。なんか気持ちいい、でも寂しい。福岡県嘉麻市です。アクロに人が出てきた。アクアがちょっと安心しました。郵便局からおばあちゃんです。デート、そうです。突如現れた謎の東屋。おばあちゃん、鶴瓶です。鶴瓶さん。先週国道219号熊川下り、ね、天気は微妙。まあね。しかし対向車が来ない。こんばんは。2週ぶりの、まあ、あ、直さんようこそお越しくださいました。まあね、途中からご覧の皆さんには地図をお送りします。ショベルカー斜面に立ってますが、未だに嘉麻市という市にしっくりこない。うーん、めちゃ急に傾斜のところに、大丈夫なの。急傾斜のところにね、ものすごい角度のところにショベルカーが止まってました。ようできますね、あんなんね。はい、食べながらです。45度、先週も言いましたが、おすぎさんが観光大使されてるそうです。愛知県でも雪がたくさん降ってきて、電柱がうわやめましょう、ね、車で走っていて電柱がですよね。あれ結構雪が落ちてくるだけでもね、相当なもんですよ。だから頭に落ちた日にはもう下手すりゃ死んじゃうっていうところですからね。はい、快適な道路なんです。先週とはえらい違いです。同じ道路、同じ日なんですよ。同じ福岡県なのに大都市と思う同じとは思えない。そうですね、花粉すごそう。あー、そうか、これからいよいよ花粉シーズンに入っていきます。60人突破しました。芥川龍之介、昔よく朗読しましたね。今食べてるのは水俣郷土菓子ウォーターブリッジ、あの今日のスマイルアベニューでお越しいただいた水俣の方なんですけれどもね、美味しい、本当美味しい。デコポン、水俣のデコポンのソースが中に入った洋菓子なんですね。めちゃめちゃ美味しいです。めちゃめちゃ美味しい。なんかあれですね、平成たぬき合戦ポンポコに出てきそうな。あー、なんか言わんとすることはわかります。嘉麻市ですよね、確か。福岡県には宮若市っていうのあります。あります、宮若市若宮町っていうところがありますね。サービスエリア、あ、じゃあスマイルアベニューのお店、そうです。サービスエリアじゃない、SA はそうだ、スマイルアベニューだ。陸上競技場ですね、加保陸上競技場。いい建物ですね、加保陸上競技場。
渡辺篤さんね。わかりました。わかりました。熊本市の渡辺邸。はい、こういうのができてるんですよ。建築費は3,600万円。ナベッチも最近デコポンが28万円でした。ごめん、普通にわかんない。渡辺さんのお宅いかがでした。モダンな中にも古き良き木のぬくもりを感じる。いや、私も非常に住みたい家だと思いました。わかりました。あの番組好きなんですよね。あの番組に出てくるお家って海を見渡すオーシャンビューの、まさに想像力をかきたてる海の男の。こんな使い方できるな、あんな使い方ができるな、なんていうね、面白い家ばっかりなんですよね。うちも花粉症ですが、もう鼻血が出ている。あ、でも俺もそうだな。そういえば花粉の時期になるとたまに鼻血出ますね。あ、気をつけなきゃ。せめて走れ322号線はそのまままっすぐ進んでいきます。野に咲く花のように。僕はお兄を不審でね。このドライブ番組もマンネリ気味になってきているようですから、食べ歩きの番組、僕はそのつもりはありません、うん、僕はあくまでドライブっていう立ちだもんで、もうマンネリだつまんねえと思ったらもう見なきゃいいんです、なんかフジテレビみたいなこと言ってますけどね、でもそうです。もうそれで離れちゃうんだったらもうそれはしょうがないですと思います。だから、黒サスケさんもぜひね、もういいやと、つまんねえやと思ったらもう見なくていいです。私は先日のバレンタインに友人からもらった小豚の柄のチョコケーキをお供に拝見。ありがとうございます。ここで50キロ出せるのも気持ちいい。そうですね、山口攻めればいいの、確かに山口にもここ行きたいなっていうところはあるんです。花粉よりも PM が問題な。あー、それは確かにあるな。自分は乾燥する関係で鼻、僕もね結構乾燥してるんです。いや、いろんなところが乾燥したり。カホ劇場どこだろう。どこだろうごめんなさい、分かんなかった。フィギュアのリプニツカヤみたいな女の子知るなるほど。でもなんか分かるような気がします。浅田真央じゃないんですよね。リプニツカヤの方がなんか、かわいい。30のおっさんがリプニツカヤの方がかわいいなんてこと言うとちょっと気持ち悪いですけどね。飯塚市内です。ありがとうございます。この後、確か今日唯一でもないか、トンネルが出てきます。3人にご利用ありがとうございますとんでもない。カホ劇場の公式ホームページありがとうございます。ドギャンとこでしょうか、ね、よいしょ。そういえばここ歩いたわ、バスが来なかったから。旧山田市内からカホ警察、釜警察署まで歩いたんだ。頑張りましたね、舞さん。車も多くて特にここ狭いですからね、危なかったでしょう。わあ、お疲れ様でした。それは私も27、あ、藤井さん27。つかや怖かったでしょうね。この特にトンネルは怖かったでしょう。紅葉の時期に走ったそうでしょうね。綺麗でしょうし、その分車が多くて歩行者は特に歩きにくいでしょうね。釜石山田地区です。さあ、トンネルを抜けますと一気に下りです。
ふとフェイスブック見てたらば、まいちゃんがタグ付けされとり、されまくっとります。お？なんだなんだ。カホ劇場って歴史のある芝居小屋ですよね。あ、そうか、八千代座みたいな問題。なるほどね。あら、そのまいちゃんの、タグ付け、それちょっと見たいですけどもね。どこ残暑。さあ今日は60人前後の皆さんがご覧になっておりますけれども、まあ、タイムラインもそんなに流れてはいないかなという感じですね。しかし坂道もストレスないですね。とってもいいところですよ。ああ、なるほど、そういうことか。本人がやってるのか、それとも、まあ、自分でどん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 タグ付けキャンペーンなのか、そんなとこでしょうね。僕もそういえば自分で自分の写真にこうタグ付けをしていくっていうのは今後やっていこうかな。それだけで引っかかるっていうのがありますからね。先週一人で国道219号球磨川下りしてきましたよ。荒瀬ダムの工事。あ、そうですね。学校があります。あのちょっとずつ進めてるんですよ。あのもちろん川に影響がないようにっていうんでね、並行本当にあの爆破しながら。大変ですよ。最初の時なんて爆破が、ね、あの威力がすごすぎて、アクアってリコールないんですよ。あのプリウスはね100万台以上のリコールが出てしまいましたけどね。あ、ミキティさんこんばんは、ようこそ。カホ劇場は大雨によって閉鎖されかけましたが、津川雅彦さんなどの協力により復活しました。いやー、これね、金太郎よくやったでいいんですよね、津川さん。そうですね。どうした金太郎似てるかな。アイコンで顔出ししていないのでタグ付けはしていませんね。あ、歴史ある芝居小屋は残…そうですね。あ、ミキティさん復活おめでとう。おめでとうございます。よかったよかった。二石病院って意外な…そうなんですよね。熊本は割と分かりやすいところ、福岡も分かりやすいところなんですけども、実はこういう地方にもあったりするんですね。これがなかなか面白いなという感じがします。アクアのユニットは基本的に仙台プリウスなので少ないでしょう、リコール。あ、仙台ブリュースなんだ。津川さんというより掛布さんの、まあ、非常にですね、この松井君のこの腕の振り方っていうのをですね、このみんながこう真似してほしいですね。マス型来た、練馬の奥さんと。そうですね、よかったよかった。そうか、津川さんというよりも掛布さんだったか。笑った。非常にですね、このディフェンス面の強化が大事ですよね。と、金太郎よくやった。そうか、掛布さんよりか。復活はしてないです。津川さんも似て、あ、よかったよかった。金太郎、これはあの完全に松村さんのやる津川雅彦です。同じだな、ほぼそうなんだ。金太郎よくやった。おかしいな。非常にですね、この掛布さんの場合はねえとこう声がダミ声になっていくっていうことですね。そうです、昼下がりっぽいです。津川さんのモノマネはやはり年月重ねないと、ああ、それはね、味が出てきますよね。
ナベッチのモノマネで思い出した、この辺はまさに麻生さんのお膝元。あ、そうか、まあ、私の膝元ということで高橋で、そうですね、アクアのクラクションの音は、はい、どっちかというとですね、ファンに近い身です。ですからこうファンに、近いミョンですね。確か以前にやりましたね、ミョンぐらいのところです。本当冬場に通るもんでしょ。やっぱ松村さんのモノマネに近いですよね。松村さんのを何回も何回も見て俺もできるかなっていうんでやったっていうぐらいです。だから自分のネタではないんですね。プシャーじゃないですね。そうですね、それ林家たい平さんですね。北九州川崎と書いてあります。川崎、はい、いよいよ北九州方面です。分かってますね、はい、ファンはダンプしか思いつかない。こうね、あの高級感のあるファンがいいんですよね。なぜかね、あの先代の何だったっけ、ワゴンあれじゃなくて、あスイフトだ、名前忘れつつあるわ。スイフトの、スイフトすごく好きな車だったんです。とってもいい車だなと思ったんですけど、ただ一つだけ納得いかないのは、クラクションがミッ、これだけなんですよね。これだけはね、なんかちょっとね、渡辺敦もアナゴさんとほぼ一緒。あら、大地人さん、おツイッターのアカウント取ったんですね。おはようございます、渡辺敦ですと、アナゴさん、フーグタ君飲みに行こうか、滑らない話、滑らない話、だいぶ違うような気もしますけどね。チンチンって鐘を鳴らせば、まあそうですね、そうそう、結局クラクションってそういうあれですから。金太郎って聞くと芸人の方も、確かに最近はそうですね、金太郎丸をつけると特にそうですね。はい、フーグタ君飲みに行こうか、どうしようかな、今日はタラちゃんと約束もあるしな。いいじゃないかフーグタ君。声質が似てる方って、いますからね。自分はいるのか、いるんでしょうかね。うちのクラクションはファーン、しかしシングルなので迫力なし、まあ迫力がなくたっていいんですよ。とってもいい天気の中走っております。国道322号線です。鍋っちのモノマネ面白い、ありがとうございます。ほとんどが人の受け売りです。あのマスオさんに関して言ってみれば、これはもう完全に村上隆二さんがされてなかったら僕はしてません。ユーラジオを見て、わ俺もできるかなって思ってやってみたのがこれです。振っていいのか、いいんです、いいんです。はい、ガソリンスタンド潰れた、結構ね、今日はサザエとってマスオさんが言ったら、よーし今日は サザエとカハルって書いてやるぞ。何の話や、何の話や。ここでですね、まっすぐ行ってしまうとバイパスで途中でつながってないんです。行き止まりです。ですんで一回ちょっと迷っちゃいました。全く書いてありませんでした。左に曲がります。さっきの川崎の道路看板を見るとどうしても神奈川の川崎を思い出す。川崎町っていうのがあって、にもかかわらずこっち322って書いてないんです。乗ってくれてあざーす、とんでもない。向こう側からの乗るの、乗るのかい、そうです、そうそう、まだできてないんだよね。そうなんですよね。波平の人も変わ、そうですね、めぐれ警部に変わったんですよね。繋がってないんですね。まあ賛否両論って言ってますけど、そりゃそうですよ。そりゃ最初はめぐれ警部にしか聞こえないと思います。そりゃしょうがない。乗れのかい。それから夏目ビクっていうね、そう、朝ズバの後継番組は夏目ビクさんと斉藤隆先生ですが、その二人でやる。斉藤先生ちょっとイメージないですね。メインキャスターっていうのはね、テレ朝がちょっと前にやって失敗した
野じ馬テレビの二の舞にならなければいいんですけどね、高橋を走行中です。あれは確か気象予報士の依田さんをメインに据えたっていう、まあ、画期的っちゃ画期的でしたけど、ドラえもんの声優さんの変え方よりもいいです。まあそうですね、あれはもう全部変えちゃいましたからね。その奥には中学生もいますね。ほほう、めぐり警部の方も味があります。そうですね、まああの方も結構若いんですけどね、チャフーリンさんっていう方もね、もうそんなにアニメも見ないんですけど、っていうかあのアニメウォタがちょっと僕嫌いというか、ウォタっていうのがあのアイドルでもそうですけどちょっと苦手なんですよね。僕こうはなりたくないなっていうような感じなんですよね。ドラえもんの二の舞は勘弁、うん、まあね、ただ年齢的にもうそうせざるを得ないところはあるっちゃあるんですよね。どうしても高齢化が進んでます。バイパスはつながってなくてすいません。新しい波平さん、うん、僕も聞いてないんですよね。だから来週あたり、まあ、見られればいいかなとは思うんですけど、そうでないことも考えられるんで予約録画ぐらいはしようかなと思っております。玉は SE で対応。なるほど、はい、そうです、野太郎さんのおっしゃる通り、若すぎる男女が通っておりました。小学生の下校時刻です。名古屋は野じ馬テレビは超早朝番組、5時59分で飛び降ります。いいかね、夢気分みたいな。どですかっていう番組ですよね、確かね。サザエさんの時間帯 BS ジャパンを見てました。そうなんだ。そっち行ったか。ちびまる子ちゃんとサザエさんは好きです。やっぱあの日曜日の流れってありますよね。焦点見てちびまる子ちゃん、サザエさんっていうラインが出来上がってる方っていうのはいらっしゃると思います。最後のサザエさん見れなかったんですよね。あ、 YouTube にまだ上がってるかもしれません。まあ著作権の NG が出てるかもしれませんかね。全部ボーカロイドで、それはちょっとやだな、味気なさすぎるな。タレネコさんこんばんは、ようこそ。そうですね、福岡だと朝です、 KBC ですね。タレネコさんをはじめ途中からご覧の皆さんに地図をお送りします。今日はこんなところ走っております。ごめんなさいね、物食いながらくちゃくちゃ言っちゃってね。大阪だと6時半からだったかな、おはよう朝日ですね。今晩飯なのですか。いや晩飯じゃないです、ね、立ち並ぶエリアに入ってきました、まあ、夜食ぐらいのところ、まあ、夜食、まあ、おやつというか。近畿地方だと一切野じ馬ワイドはそうですねやってませんね、おはようコールからおはよう朝日ですのリレー。今ねあのテレ朝の方も番組もとうとう野じ馬っていう4文字をついに抜きました。グッドモーニングっていう番組に変わってます。何それと思う人がそうでしょうね。その前にアンテナをつけないと地デジの、あー まだつけてらっしゃらない。あーでもそっか、つけなくてもあのケーブルテレビっていう選択肢もありますからね。ボーカロイドなら NHK の、深読みとかでやっていて、ね、そうなんだ。でここからが高橋、アバンダはスーパーです。ありがとうございます。メーテレドデスカに出ている局アナの塩尻夏子アナウンサーっていうんですかね、可愛いんです。おそう、あのね地方局に意外とね可愛い人がいたりするんですよ。新潟総合テレビあたりにねすごい可愛い僕好みの女性がいました。グッドモーニングっていう番組がかつて、あそうでしたね、 RKK というか TBS でありましたね。荒川京慶さんが出ててね、おはよう朝日ですを見ると関西おるなって、あのエレクトーン、そうですね、チャチャチャラチャ、おはよう朝日です、時刻は7時43分です、いってらっしゃい。でこれで CM 入るんですよね。リンガーハット、おい自転車右側、そうなんです、野じ馬イコール朝日見ない、うん、僕もあの現役高校生の頃までずっと目覚ましテレビ派でした。地方からフリーになって、東京に進出し新たな魅力を発揮される方も多い。そうですね、その筆頭格があのおはようの中田亜希さんですよ。
あの人たちが青森かどっかのテレビ局の方だったんですけども、今はねおはよんで、まあ、セントフォースの人ですね。あと丸岡泉さんもそうですよ。あの人も北海道のアナウンサーだったのが日テレの報道キャスターになったっていう。朝ですのスポーツコーナーの吉田アナ、元モデルさん、いいですね、素晴らしい。静岡のテレビ局に可愛いお方が、へー、見てみたい。ロイヤル、そうです、2本目。このスマタンっていうのは、あの読売テレビの番組で辛坊治郎さんが出てる番組ですね。ああちびまる子ちゃんの前に強し、懐かしい、強ししっかりしなさい、見てたな。強ししっかりしなさいは僕好きでしたね。ちっちゃいながらもよくできたバスセンターです。およよんって番組ありました。確かおはよんの前が、いや違う、およよもあれか、 BS 日テレの番組だ確か。ご当地バスセンター、あ、そうです、ね、皆さんやっぱそっちの方に行っちゃうんだ。いえ、私はアナウンサーオタクではありません。私はあの、テレビっ子だったんです、もともと。でテレビっ子なもんで、そうですね。で綺麗な人やっぱ僕大好きなもんで、美人が好きなんです。可愛い子ってよりも美人が好きなもんで、ついつい中田亜希さんってどんな人なんだろう、ウィキペディアで見ちゃうんですね。あ、三上さん、ロイヤルからいくらもらってるんですか。ねえ、スポンサー欲しいですよね。まあ、3円ぐらいもらってないですね。まあ、あの三上さん的な言い方すると3宮根ほど欲しいですよね。ようこそ三上さん。地図をお送りします。今日の地図はこんなところです。渋い建物だな。そうですね、ほう美人を IT ジャーナリスト来た。そうですね、恵比寿派なんですよね。あ、恵比寿マスカッツ派ですね僕はね、あ、確かに正直になっちゃん可愛いですねと言いますね。熟女って言いたくないですが鈴木アンジュとか好きです。ああ、あの人は確かに熟女って感じはしないですよね。結構そのお年を召してるっていう言い方もふさわしくないけど、年を重ねても熟女っていう感じではないですね。でもだいぶあの相棒の小料理屋の女将役も馴染んできましたね、だいぶね。ダルビッシュとカトパンが、そうですよね、まあ双方否定はしてますけどね。でもいいですよね、みんなから愛される人と二人っきりで料亭に行けるっていいですよね。電波塔来た。ワーナーマイカルシネマ所属のアイドル好きです。おお、 MC ってマイカルシネマでいいんですかね。お姉さんっぽい人に聞かれるいいですね、お姉さんっぽい人でも、分かる分かる、僕もタイプとしてはそういうお姉さんの方が好きですね。あのロリロリっていう感じの子よりもお姉さんの方が好きです。へえ、さっきのバスセンターの上に映画館があった。リンク、リンキュ、あ、興味ないな。スワロバさんこんばんは。地図をお送りします。今日の地図はこんなところです。三上表彰式でマコさんとゆかちんをお願いします。え、三上さん取材に行かれるんですか。しっかりした女性の方が好き。そうなんです、ボカー、ボカーだってボカー、そうです。今朝駅でかんぽ生命の大きな能年レナのポスターに癒されてしまった。あ、癒されるっていうのはなんかわかりますね。キャリーパミュパミュも、皆さんキャリーパミュパミュって言えます。なんか人によってはドラえもんのモノマネをしながら言うとキャリーパミュパミュは言いやすいそうです。皆さんもご一緒にキャリーパミューパミュー、まあ、これ言い方というか速度の問題ですよね。亀の井ホテルはいろんなところにできますよね。お姉さんみたいな人、まこさん、
まあそうですね、はい、北彦三線をまた入れきます。ただ姪っ子一個が生まれた、&30 を超えて年下も OK な、あーなるほど、北彦三線そういう確かにね、あの心境の変化っていうのあるのかもしれません。パーを力強く、言うと、噛まずに済むらしい。そういう方もいらっしゃるか。今の亀の井ジョイフルなかった、そう、あの、あるとことないとことありますね。踏切が来ました。よいしょ、ミュージックステーションでちょろっと紹介。自分は佳子様、ああはい、 2月、今日は何日だっけその段階か、19か、19になる。あ、ここそういえばやってなかったな。2月19日です、水曜日です。でもあの、こういう場でこういう言い方するのがふさわしいかどうかは分かりませんが、確かにあの佳子様ってとってもいわゆる現代的可愛らしさを兼ね備えたお方でいらっしゃいますよね、うん、あのアイドル的可愛らしさを兼ね備えていらっしゃる。なんかニュースかなんかで見たときに、こう斜に構えてカメラの方にこう顔を向けて佇んでいらした、そういう映像があったんですけど、かわいいな、まあ、皇族の方にこういう言い方するのはとっても失礼なのは分かってるんですけど、かわいいなって思ってしまったのは僕も覚えてます。筑紫哲也じゃなくてない筑哲北、佳子様は大和なでしこの模範、確かに くそ給油しろと、なべっち女を語る。あのこれからどんな風に年を重ねていかれるのかって非常に楽しみな。でも確かに秋篠宮紀子様もうとってもあの本当に失礼ですけど、僕みたいなのが言うのも失礼ですけど、とっても可愛らしいお顔立ちの方ですよね。そのお母様のあの遺伝子をうまく引き継いでらっしゃるんじゃないかなって僕なんかは思ってしまいます。給油いきます、PRB80GT さん、こんばんは、はじめまして。またアイコンがバスっていうことは、いわゆるそういうのがお好きな方なんですよね。福岡県立大学が左側です。地図ご覧ください。ナベチアンダーバー MC からお送りしております。こちらが今日走っているところのルートです。紀子様こんなことで、そう、お美しい方ですよね。そんなところ待つな。ファイヤーファイヤーボールさん、給油行きます。福岡県立大学を過ぎまして、やはり小学生が下校している、そういった姿が見えます。もうランドセルも赤や黒だけじゃないんですね。水色だったりオレンジだったり朱色だったりピンクだったりいろいろあるわけです。よく逆向きを走ります。あーってことは、先週ご紹介したあの峠道も雪道も通られるんですね。ミュージックフェア、そうですね、鈴木アンジュさんね、鹿児島ではやってないらしいですね。そういえばね、ミュージックフェア、あ、そっか、6時半から生意気ボイスか、6時はやってないのか。ちょっと怖いですけどね、あんな、うん、正解なんですよ、あそこなんですよ。ちょいと増えました、63人です。佳子様と鍋地っていくつ離れてんのよ。14、5ぐらい離れてるのかな、うん、多分それぐらいあるんじゃないですかね。宮崎でもミュージックフェアやってない。そうなんです。だからあの熊本が最南端だっていうことをミュージックフェアの、ウィキペディアページには書いてありました。教習でこういう道は走りたくない。そうですね、歩道が狭いっていうね、ほとんどないと言っていいぐらい。河原町に入ります。ここですよね。
ね。僕あの鈴木杏樹さんといえばもちろんミュージックフェアも相棒もあるんですけど、あの大森屋の CM のイメージが強いですね。海苔を食べましょう大森屋、ほほほあの人にほほほありがとうっていうあの CM 懐かしいですね。ミュージックフェアってスポンサーさんの意向で放送するエリアが限られているそうです。北陸でも石川ややってないけども富山では放送している。そうそう、あの塩野義製薬ですよね。佳子様今年確か成人、あということは党違うのかね。大森屋、そうですよね、あの大森屋の鈴木杏樹の CM イコールダウトを探せなんですよ、僕の中では。ダウトを探せ、あれもな、なんでやめちゃったのかな。あれをやめて、あの俺たちのオーレっていうねサッカードラマを始めたんですよ。そしたらまあ数字がガクンと落ちる、ね、やめなきゃよかったのにな。 MBS もダウトを探せは懐かしいですよね。あれ好きだったんですよね、ダウトを探せ。塩野義、ああ、そこか、そうです。あ、鈴木杏樹の大森屋の CM YouTube からあったんですね。そうです、このあの香る春と書いて皆さん何と読むかお分かりでしょうか。なかなか読めないと思います、皆さんも。正解はこの後、東海デジタル本もやってた。実に意外な読み方です。あ、イグロさん正解。そうです、河原で正解です。MI さん知ってるけどあえて言わない。皆さん知ってるんですね、河原と言います。ダウトを探せが終わった後は街角、あーそっかそっか、同じ時間帯か。なんで皆さん知ってるんでしょう。また鉄道関連か。呆れたような物言いです。すごいな、皆さん地理得意だったでしょう。セメント工場、そうですね、河原の、なんかこうねモニュメントじゃないけどシンボルですよね。筑豊ラーメンの山小屋の本店がある、あ、そうなんだ。それで知ってる方も多いのかもしれませんね。そんな地みたいな言い方をあ、バレちゃいました、バレちゃいましたね。河原町を走行中の鍋地下通水です。神田さん、そうです、河原その通り、河原町という地名は3カ所ありますね。その通り。ミュージックフェア、あ、50周年、そうか、鉄道の共通項、地理に強いでしょうね。河原は確かに難読すぎますよね。東海、中山三家でいいのか、そう思います。世界地理は苦手。ほう、じゃあスリジャヤワルダナプラコッテはご存知でしょうか。戻ってきました、寒、おお、重、遠い草、もう最悪。国道201号、ご苦労様です。国道201号をまたぎます。201号は以前カーツ3でお届けしました。スリランカの首都、よくご存知。日本の地理は桃鉄で覚えたと言ったのか。ああ、なるほどね。なかなか面白い。桃鉄僕も好きでしたね。2つの国道が並走しています。スリジャ、ワルダナ、プラコッテ。どこで分解してるんですか。でこの川を挟んだ向こう側が201号、でこっちが322号、もうとっても近いところを走る国道ということになります。で間違えた、こっち来るんじゃなくて201号だったという方、救いの手があります。この先右に曲がると201号に戻れます。ここはチャリで走行済み。あ、よかったよかった。なんか面白い形の歩道橋ありましたね。全国市町村は独学で、これはもう好きこそものの上手なれといったところでしょうね。今日はあのオープニングコーナー、河
カー23ニュースでは、ユーストリーム大賞11位から20位はどのチャンネルが入るだろうかという勝手な予測をしてみました。23でも以前にお届けしております。最初からご覧になってない方、ぜひこの後残すアーカイブの方でご確認いただければと思います。結構僕の予想って当たるんです。この立ち食いうどん、いつも多いんです。へー。自分の町には竹にこと書いて、違う読みの地区があります。何でしょう。神田町在住ですので知ってました。さすが。地続きが講じて地学系の学校に、地学系の学校ってあるんだ。平成の大合併以降は覚えにくくなったなと。まあね、そのさっきのね、若宮宮若っていうのもそうですよね。コメリに来たとおっしゃってます。後ろに真っ赤な、ゼビウスさんこんばんは、ようこそ。あれはプリウスでしょうね。地図をお送りします。今日の地図こちらです。アクアはもうちょっと内側にグッとこうね、寄ってるような、そんな感じなんです。おそらく合ってると思います。アクアではなくプリウス。アクアそう、アクアそうだって。アクアとプリウスの見分け方っていうのは、だんだん分かってきました。プリウスはそのまんまこうね、フロントガラスがそのまんま真上に向かっていくんですが、アクアの場合はそのフロントガラスがちょっとずつ狭まって、いわゆる台形のような形で上の方に上がっていく。これがアクアとプリウスの見分け方ですね。高瀬と読む。高瀬、面白いですね。思想史とか操作史とか、これも難しいですね。思想とは読めないな。私は桃鉄で伊東洋カード、伊東洋華堂を知りました。伊東洋カードってのがあるんですよね、桃鉄のアイテムでね。熊本県の自治体もかなり合併したから訳が分かりにくい。そうですね、大和町に、朝霧町に、氷川町に、いろんなのができましたね。名古屋町にね。そして政令指定として熊本市がそうでしたね。首都圏の方、うちのキャス見ている方以外で読めるかな。あー、石神小手差したまに起きる渋滞迂回路。おー、黄色い看板の例の店まだない。そうですね、なかなかないですね。甲子市とか天草市、阿蘇市もある。そうですね、中心部を国道504号が突っ切ってます。そう、504号もね、いずれやりたいなとは思ってはいます。ただね、単独路線が非常に少ないんでどうしようかなというところありますね。学生の頃の京都のバスに乗っていて、常磐って言っていたら高齢のおばあちゃんが時はだよって教えてくれました。そうですね、熊本の元ミミキャスターのタレントさんで常盤よし子さんという人がいます。熊本市が政令指定都市になるとき何区ができるのかなって期待してたのに方角だけっていうのにがっかりしました。住民投票というかね、あったんですよ。いくつか案があって、その東西南北中央っていうのと、その東西南北にすべて城を入れるっていうんでね、城東、城西、城南、城北、僕はそれを推したんですけどもね、残念ながらそうはいかなかったというわけです。ああ、なるほどね。ソ連崩壊ね。石神、小手差し、反応。60人を割ってしまいました。今日はちょっとご覧いただいている方も少ないし、タイムラインもちょっと動きが緩やかなという感じですね。これは来週ツイートのランキングはかなり下の方ですね。赤という。何でもかんでもそうですけど、ランキング上の方だとやっぱ嬉しいですよね。まあでも上に行けなかったからって別にどうってことはないんですけども、結局麻雀の牌になってしまいました、ね、そうですね、盗難車ペイってやつ。麻雀しないから分かんないですけどね。でも親父がよくスーパーファミコンでやってましたね。懐かしい、スーパーファミコン懐かしいな。はい、積んでいます。
さてこれから山登りかと思いきや、まあ多少登るっちゃ登るんですけれども、谷間を行くっていうようなそんな感じです。ニコ生同時配信、僕はねニコ生って柄じゃないんですよね。なんかニコ生あんまり好きじゃないんですよね、個人的に。あの弾幕が流れるっていうのもそうだし、ちょっとあの空気感は僕はあんまり好きじゃないんですよね。好き嫌いは激しいですね。あの時報女が出てきたりとか、なんかああいう感じ僕はあんまり好きじゃないですね。さいたま市の見沼区は、住民投票で東区が多かったのに、あゴリ押し、時勢を反映してますね。ゴリ押し、それ以上は言いません。名古屋って地名はとても気に入っております。菊水と三河、そうですね。お尻の一文字ずつを取ったんですよね。東南、なるほどね、全部あれですよね。確かに時報女はカチンと。あ、サイバーさんこんばんか。サイバーさんにも地図をお届けしましょう。今日はこんなところを走っております。今夜のカーツ23は都市を感じる小倉寺、国道322号線のその2をお届けしております。この辺りは高齢者の横断が多いです。あ、確かに多そう。あの一軒家でしかも平屋っていうのが多いですからね。なんかお年を召した方が多そうなのはよくわかります。そういえば西武線の反応の先は、先月の大雪で今も、先日の大雪で今も一部普通。今回は1回で終わるかと思えば、先週も続いたし今週も、まあ、それほどの大雪にはならなさそうだけれども溶けなさそうだというのがありますよね。非常に気温が低い状態が続いております。札幌にハッサムという地名があって、それが区の名前になってたら東南シャーペンがなるほどね。小倉寺って番組みたいですね。あのクロス FM あたりでやってそうな番組名ですよね。埼玉市が政令市になったのは2003年でした。確かその辺です。あの当時はフラッシュが全盛でしたな。ここではバイパスの方には行かなかったの。そうです、原動の方に行きます。ね、ニコ生は追い出されるので見てないですが、豊川心筋事件の配信を、峠って書いてありましたけども、そっか峠越えか。あのバイパスもこっちもあんまり変わりません。そんなに意味はありません。酷なラジオになりそう。酷ラジ、そうですね、ひどいラジオっていう、ね、国士無双大三元、それ区の名前だったら嫌だな。道が綺麗ですよね。バイパスじゃない方なんですが、とっても綺麗な道です。33にも国道になったのも平成5年のことでした。鉄塔来た。あ、でも今日はいませんね、坂さんで。あ、ミキティさん iPad から再びようこそ。あ、そっちの方に行きます、ね、片側交互通行ですね。今赤になっています。こくるラジオいいね。告白しませんか、つって、ね、15、14、13、5単だね。反応する。はい、3本目です。この前白バイいました。山がたくましそうで男らしい。そうなんです。確か採石場になってんのかな。あ、採石場じゃない。あ、いや、そうだそうだ。でその向こう側の、あの北九州空港の方に抜けていくんじゃないかったかな。違うかな。新平さんこんばんは、やっと来れましたということで地図をお送りします。そうか、この峠越えたら北九州市。そうなんです、国道ラジオ、こくるラジオいいですよね。昔どうもでやって、あ、焼けぼっくいに火をつけろ、かよねえですね。神田の方に抜けて脱線、バイパス合流です。山越えではなかったようですね。そうですね、もう少しで夕暮れっていう感じですかね。
唇が乾燥してきました。リップクリームトンネルが待ち構えています。コクルラジオだったら LC さんホイホイ方面看板は北九州、はい、左に曲がっていきます。バイパスと合流です。日比峠、そしてトンネルに入っていきます。あ、2車線になってますね。ここから2車線です。トンネルです。ちょっと長いです。第2木部トンネルです。第1は右側、あの反対車線が第1木部トンネルです。歩いてここ、歩いて通ったんだ。そういえば今佳代さんどうしてるのかな。ですよね、あの FBS のナイトシャッフルには出てるんですよね、確かね。ちょっと僕熊本在住なんでよくわからないんですけど、あと福岡のバスケットボールチームだったかなの応援団長されてますよね、確か。ちょいと長いトンネル、このトンネルを抜けますといよいよ北九州市です。今夜のナベッチカーズ3は142回目、都市を感じる小倉寺。先週の予告の時には3回とも小倉寺って言ってましたけどね、アザマースの方、アマタツーの方の、そっちじゃなくて小倉寺が正解です。北九州市、結構長いトンネルよくあるですよね。はい、北九州市に入りました。そのリップクリームを視聴者の一人にプレゼント、誰でしょうねこのトンネルを抜けたところで私がチャリで峠を越える脱水症状を起こし、うわー、確かにここつらいですよ。坂の頂上にあるところですからね。ナイトシャッフルというと阪急ダイエーで活躍した元投手の今井雄太郎さんのイメージ。あのすいません、黒佐助さん、あのそれは番組最後でやりますのでもうちょっとお待ちください。これぞ関節キスですね。そういうことですね、関節キスをあげる。あ、それ違うか。ここで弓道とクロス、そうです、弓道は左側です。小倉南インターまで要取締ポイント、あ、確かにスピード出やすいですもん、ここ気をつけないといけませんね。北九州市は五市が対等合併したということで、確か当時はアメリカから調査団、へえ、そうなんだ。何のために。加湿器つけても湿度 47% にしかならない、乾く。あ、ひどりさんこんばんは、ようこそ。地図をお送りします。でチェーンをつけるところ ありますね、着脱場ですね。飛ばせそうな道ですね。あちこちに臨時サイン会場が、ネズミ捕りの良い場所、本当そうです。皆さん、あのね、それぞれ加湿器などを使って、あと洗濯物を干すだとかね、いろんな方法ありますけれども、どうぞ風とかね、変な菌が入らないようにご注意いただければと思います。5つの市が合併したというのがとても不思議だったんでしょうね。かぐめよし、へー、皆さんよくご存知、よくご存知。さあ3人で回ります、どうぞ。アイドルのサイン会以上ならまだしも、ネズミは嫌。昔といえばネズミっ子クラブって言いましたね今思い出した、生だらの企画かなんかでね、それもまさに秋元康さんのプロデュースでしたけどね。これしかし反対方向からチャリで行こうなんてきついですよ。それこそあの競輪選手みたいな太ももがっちりの方じゃないとなかなか自力では行けなさそうな感じがしますけどね。1週間前にここレーダーが、レーダーができたってことですかね。ここはきつかった、しかも 20インチの折りたたみ、あのサイバさんと一緒に山賀までユーカファミリーロード行った時に、サイバさんが一人だけ折りたたみ式の自転車で相当差ができていくっていうのがありましたけどね。右側が三菱マテリアル東谷鉱山、
東谷でいいのかな、山の上の方もう山一つがまさにそういう感じなんですね。削り取られているっていうのが分かりますね。反対方向から上り目、反対方向は辛いと思いますよ。その奥が大型車にベタ付けしてガソリン節約なるほど。地図で見たけど322の最後ってものすごい終わり方、まあそうですね、こんな急角度こんな感じですよ。ただ今回はそこには行きません。今日ここにいらっしゃるいわゆる鉄道ファンの皆さんは大喜びだと思います。ネズミっ子クラブ貼ってくださいました。 BMW だとまだ楽や、折りたたみと比べて、まあ折りたたみの、あ、師匠さんありがとうございました。おやすみなさい。風など召されませぬよう。国道322号線大変走りやすいです。さあ平地に降りてまいりました。もうちょっと降りていくかな。もうちょっと行くと九州自動車道の、小倉南インターだったかな、それを越えますといよいよ一気にですね都市の景色が見えてまいります。道路看板に下関ってここからどれぐらいの距離なんだと、まあね、まあ、ただ隣町ではありますからね。厚木から箱根方面へ行く道でこんな感じの景色があったような気がする。箱根方面へ向かう道、そうですね、はい、ファイヤーファイヤーボールさん、そうです、北九州モノレール、まもなく、まもなくっていうにはちょっと遠すぎるか。ネズミっ子クラブ知らなかった。まあ、昨日しかしソチオリンピック、たまたま見てたんですけど、原田雅彦さんが解説でね、まあ、よかったですね。ナベチさんはレーダーつけて、いえつけてません。 ETC はつけてますけどね、全然関係ないか。平尾台は右側です。福岡の県道28号です。こう最後4人目ね、葛西選手がねこうピタって立った時にカビラ J さん張りのテンションで原田さんがクーって言ったんですね。原田さん僕好きだな、憎めないな、あの人すごく好きですね。人間臭さが出てますよね。僕大好きなんだな。この付近三直スーパー、おーいいですね。あ、ヤンタさんこんばんは。ソチ見ながら、ソチも悪いよの地図です。モノレールの前に九州道と西鉄バスの営業所が出てくるはず。なんでそんなことまで知ってんの、だから関西の人が。本当皆さんトリビアをよくご存知ですね。知っててもどうしようもないことを知ってるっていうね。三直スーパーシェフには魅惑の響き、いいですね。その食材でどんな料理をしてやろうかっていうね。浄水場右側なんですね。ありがとうございます。いいですね、地元民の方がいらっしゃるとねこうやって解説をしていただけるって嬉しいですね。日頃はこんなですよ。まあいいじゃないですか、それどんどん押していった方がいいですよ。交通量の多い抜け道があるんだ。抜け道だけど交通量多いんですね。なんか矛盾してるようで面白いな。なんでドリームゴーさんそんなこと知ってるんでしょうか。どうももチラ見しつつなんですが、
彼女 VS、義母の料理対決があっております。小倉東インター、あ、なるほどね、東インターへの近道、ネズミやり放題、そうですね、精霊市だけあって三毛田国道でも道が綺麗ですよね。力の差を感じますよね。まあ、熊本ももうちょっと早く精霊市になっていればこんな感じの道が多かったのかもしれません。まあ、たられば言ってもしょうがないっちゃしょうがないですけどね。ちなみに北九州市に呼応する形で南九州市っていうのも鹿児島にできてますし、西九州市っていうのも確かあったかな。東九州市はないですけど、四国の人間ですが知ってる、なんで知ってるんでしょうかね。大阪だったら制限60キロの道に、あー確かに、でも熊本もバイパス作っ、まあ、作ってはいるんですけどね、まだまだこういう感じの道っていうのはあんまり多くないですね。熊本の場合は県が政令市実現に否定的、まあ、最初の方はそうですね。高架橋が見えてきました。あれは川島さんになってからはだいぶ変わりましたね。小倉南インターチェンジが、はい、前方にということになります。九州自動車道が今木っていう言いかけたところ、九州自動車道が見えてまいりました。松添さんがネズミ男そっくり、あー、なんかで見た覚えがあった。気変はいりませんよ、気変は、ね、はい、というわけでネズミ捕りの方がいらっしゃいました。南九州市は結構な田舎、そうですね、この番組でも一度通りましたね。で、まもなくインターチェンジです。左に入ったところがインターチェンジです。臨時サイン会、そうです。リアルネズミ男は某大泉街にあり白バイ、そうです。はい、小倉南インターです。名阪国道なら80キロ制限なのにほぼ100キロで飛ばす。ポンハッバでネズミ捕りはいやらしいとこんねんな。そうなんですね、この区間最後のサイン会会場最後なんだ。というわけで、九州道を抜けました。いよいよここからは小倉に向けて走っていくわけです。さあ、ようやく小倉っぽくなってきました。といってもまだまだいわゆる郊外っていう感じのところですね。北九州といえばなんかこう工場の大きな煙突っていうのが僕のイメージですね。4年くらいしか運転してませんが20回以上取り締まり、そんなに。タケノコの、産地大馬、大馬地区方面、面白い読み方ありますね結構ね。現在の霧島市合併になる時も南九州市っていう案も、あ、そうなんだ。今日はタイムラインがえらく実話ネタに、そうですね、いいんです、いいんです。覆面に一度捕まったことあります。1万5000円の覆面パトカー車内見学させる、まあ僕もそうですね、結構なお値段取られました。名阪国道は60から70キロ制限やで、ただし80キロぐらい以上で走らんと危ないけど流れに乗るってやつですね。やっぱり見えた西鉄バスの営業所がさっき左に、よく見てんな。北九州工業地帯なんて今、最近は言わないそうですね。なんか平成教育委員会のスペシャルかなんかで見た覚えがあります。四大工業地帯っていう場合もうこの北九州というのは外れてるそうです。ウエスト北お値段以上、お値段以上にドリーですね。来ました、渋滞のメッカ北九州市内を走行中です。
国道322号線。だいぶ郊外に立っているであろうお店がどんどん立ち並んでいる地区に入ってきました。とてもじゃないけど無理だって思ったのは、ここ一にも来たって言ってますね。前編の方でお届けした雪が積もったまんまの峠道でした。三大工業地帯でなら同じ道、京浜中京阪神、僕らの頃は四大工業地帯でしたけどね。これに北九州が入ってたんです。しかもこういう道路ってこっちにはないチェーン店を見つける。ああ、それは分かります。そんな道路なんですね。はい、市内来ましたね。ここ一のところ昔は水戸が、では間もなく4本目の動画に入ります。そうですね、間もなくモノレールです。今は三大工業地帯で習ってるんだ。ジェネレーションギャップですね。前の原付はずっとウインカーをつけたまんまです。そう、いつ曲がるんかいっていう。気づきましたね。あ、気づいた。はい、右側に見えてきたのが北九州のモノレールです。さあ、北九州のモノレールですね。これはなんていう駅だ。太平洋ベルトとか小学校以来。そうですね、懐かしいな。使わないですよね、太平洋ベルトなんていう嵐山口駅言い方はね。なんだか初めて通る道って本当そうですね、ワクワクしますね。カラオケバンバンあった。カラオケバンバン、モノレールにもう乗れるっていうね。モノレールでもレクサスや日産の高級車ってそうです、九州工場。そうです、ある程度まだあるっちゃあるけど、でも相当力を落としているっていうのは間違いないですよね。思ったよりごっつくないですね。そう、四大工業地帯、僕も30の僕もそれで習っております。北九州工業地域は炭鉱がなくなりました。そうですね、新日鉄の八幡製鉄所も、寂れましたね。福岡で空港っていうと福岡空港しかイメージが湧かない。右折して北九州。そうなんですよね。やっぱり鉄道フリークの皆さんは、特にてっちゃんと呼ばれる皆さんは、このモノレールに相当興味津々のようです。まあ僕もそうですね、やっぱ熊本にもないですからね。九州では沖縄とここしかないですからね。それはやっぱ見慣れてない人間にとってみると、ああいいなって。特に小学校ぐらいの頃は乗りたい乗りたいって言ってたのを思い出しましたね。私が幼い頃にモノレールが誕生しました。その当時はモノレールに乗れるとは、とはしゃいでいましたが、今は高所恐怖症なのでよほどのことがない限り乗りません。大阪でも近畿自動車道不動中央環状線の上に、そう、僕もあの横通りました、スイフトで。そう、熊本から大阪まで車で2回ほど行ったことがあります。板助飛行場、そうですね延伸計画、そうありましたね。ビル工場はないけど左に行けば上、中央フリーウェイか。北九州モノレールは西鉄の後に、そうですよね。そうそうそう、このモノレールについては確かサイバーさんがサイバートレインストリームで以前にされてたのを記憶しています。確かそうです。平日の夜にドライブ連れてってほしい。ぼーっと夜景を見たい。奥さん、旦那さんと一緒に行きなよ。いいだろう、いい道だろうな。ここで肩組んで何言ってるんでしょう。おー、年代によって違うんだ。ラッピングの車両が最近多くなっているモノレール。そうなんですね。私仕事帰りに出没スポット付近、あ、この辺なんだ。 MY さん、モノレールが今ちょうど駅に入ってきたのかな。モノレールといえばあれもありましたね。入ってきた、
これ分かんない鍋地方そうモノレールがあるとより都会っぽく、そうですね、なんか熊本も市電やめてこれにしようかっていう話になった時期があったんですけどね、まあやんなくてよかったなって思いますね。結構維持費が大変らしいんですよこういうのって。それがまた市の財政を圧迫してっていうことを考えると、でまあ熊本ってそんなに道路だとか歩道が広いところって多くないんですよ。だいわゆるこういう駅を作ろうとするといわゆる高齢者の方だとか、障害をお持ちの方だとか、結構ね駅に行くだけで大変だと思うんですよね。小倉競馬場です。じゃあ市電は便利かっていうとそうでもないんですけどね。ちらっと JRA の文字がストレス溜まってるので肉眼で確認できております。そうですね、工業地帯と言わず工業地域っていう言い方をすることもあるそうですね。はい、左側が小倉競馬場です。競馬場前駅、うちの高校の歓迎遠足はその、え、そうなんだ、高校の歓迎遠足は競馬場なんだ、それすごいですね。小倉記念小倉記念みんなの貯金箱うまいこと言うな。お城に向かってます。どこでしょう、まあ地図を見れば分かりますけどね。湘南モノレールみたいなものはちょっと欲しいなと。あれは狭い道でも、高架が作れるので帯山から長峰パークドーム方面、そうですね、なんか欲しいですよね。おっさんたちが髪をばらまくと、その通り旦那とね、そうよね。競馬場前を通過します。猫パンチという、あ、そうなんですか。モノレールに加えて今度は都市高速モノレールとか新交通システムは路面電車よりもコストがバカに高い。広島あたりにもそういうのあるんですよね確かね。さあモノレールと都市高速道路のコラボレーション、縦に並びます。すごいです、なかなか面白いですね。縦に並ぶんです。ああ、だんだん私の勤めている会社の本丸に近づき、本丸って前輪かなんかですか。北方駅すごいですね。モノレールと都市高速、ね、縦に重なっています。この景色いいな、しかも天気もいいし。これもいいんですよね、このランプのところね、この構造美いいな。建設コストも高いがランニングコストも高そうなんですよ。でしばしばこの辺りはねその補修工事のために一車線削られたりとかね、あるんですよ。すごいです、よくできてますね。ここはこの辺りでモノレール同士が利用します。そんなこともあるんだ。都市高速は左奥に抜けていきます。大阪にも阪神高速東大阪線と近鉄京浜那線が重なっている箇所があります。西日で看板が反射して看板に、瞬発で反応できない、残念。夕方です。都市高速とモノレールの二層構造は確かにここだけのような。でこの先あの予告編でご覧いただいた素敵なスポットです。アンダーパス地下に298、地上に122、その上に都市高速があって、ね、やばいほどすごい。これもいいんですよね。ではここから先は CM でご覧いただいたところです。いいですね、アンダーパス。いえ、そんな遠くまでは行きません。先週も言いましたが中学生の頃チャリで通りました。そしてあの上付近に私の出身高校が、素晴らしい景色です。 JR と交差するっていう、ね、立体交差で小倉北区です。もう完全に都心です。多分ジョイフル来た右側に行きますとその322号線北九州空港方面もうすぐ終点です。実はもう国道322号線からは外れているんです。レアな風景ですね。都市ならではの素敵な景色です。片野交番前、しまったジョイフル来てたモノレールもコストが高いかもしれませんが、愛知県にあるリニももう大変らしいですよ。愛知九博が終わって人が乗らないということ。そうか、もうとうとう乗らないんだ。街並みが広がっています。大きな高い右手の建物のゲーセンによく出没、麻雀ゲームしに3車線ありますから
バスがいても余裕です。やっぱ3車線あると違いますね、だいぶね。で、街って感じがしますよね。この付近買い物で出没付近。おう、リニモもマナカが使えないとね。使えないんだ、それ不便ですね。小金2丁目交差点、はい、ここからは国道10号線ですと言ってもすぐお別れです。国道10号のこの先第一通行帯が左折専用で渋滞のもと。ああ、そして真上を今この後首都高速の上をモノレールがと、そうですね、ここですね。はい、 PRB さんも同じことをおっしゃってます。さっきと逆ってことになるんですよね。都市高速の方が下なんです。青信号なのに動きません。これもなかなか面白い景色ですよね。国道10号のスペシャルの時は走ったこの道、左右は国道3号線です。はい、国道3号線、10号線は右の方です。右の交差点、ここを直進するのは実は初めてです。はい、初めてここ通ります。県道266号線、クリニックだとかコンビニだとかいろんなものを備えた、どんどん街になっていきます。先週の雪道が嘘みたいです。あの峠は何だったんだっていうね。同じ道路とはとても思えません。また面白い形の歩道橋、そうですね、北九州は研修以来行っていないな。当時駅前はそう、そごうがあったんだよね。この駅からの歩道橋もすごい。そうですね、大阪だと新幹線をモノ、新幹線をモノレール、この辺りからバスとタクシーが確かに多かった。交差点を通過、前方に井筒屋と書かれたビルが見えました。小座敷と懸垂式、へえ。さっきのパソコン店に必要そう。そうなんだ、もう本当テリトリーですね、 MI さんのね。いよいよ今回のゴール近づいてまいりました。はい、またモノレールが通っていきます。真上を通過中。街中ですね。本当そうですね、大都会ですね。北九州のモノレールは小座敷という形で動いています。名古屋は新幹線の上に都市高速が最近できたの。工事の進み具合を見ていると圧巻です。あの構造美はやっぱいいですよね。ここもほとんどの車が右に曲がるので渋滞する。そうそう、まっすぐなかなか行かないんですよね。大方の車が右に曲がっていきます。僕も曲がっていきます。ここの歩道橋もなかなか面白い形をしています。西鉄北方線跡、あ、そうなの。曲がった先にまた駅があって、お、参考バスだ。ただ、なんでしょう、丹下駅、元旦の丹に過ぎると書いて丹下駅。丹下市場、丹下市場かな。愛知のピーチライナーって めちゃくちゃ高かったけど、まだ存続してるのかな。へえ、いろいろあるんですね。新横浜とかみたいな景色って感じ。なんか言わんとすることはわかります。丹下駅に接続する長い歩道橋、さあ見えてきました。今日のゴール地点が間もなく見えます。打ち間違えました。いいんですよ。平和通り、まあ、この北九州市も実は人口がどん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 減ってまして、100万人、100万人はまだいるのかな。で
でも下手すればもう本当に100万人を割りそうなところまで来てるんですよね。確か平和通り駅は旧小倉駅で今の小倉駅に延伸するまではここが終点でした。あ、それなんか聞いたことがあるな。それこそサイバートレインストリームで見た覚えがあるような気がします。バスが横断して道を塞がれるポイント駅ビルにモノレールが突き刺さるあそこ、そうですそうですそうです。このモノレールを宮崎県に通した、どういうこと？意味が分かりません。モノレールの駅の構造、地震が来た、そうなんですよね、うん、見えてきました。それこそ小倉駅です。阪神大震災の時の阪神高速みたいなことにならないかっていう、そういうことですよね。あ、100万人切ってんだ北九州。199号線というのはここも地図上には書いてありますが、この小倉駅のもっと向こう側も199号線というのがあります。30年九州にいながら、右側がコレット、いわゆる、まあ、旧総合ですね。でそこにクロス FM のスタジオがあって、仙台市が人口を抜いた、あ、抜いたんだ。駅に突っ込んでいくんですね。歩道橋があったんだが今はありません。ペデストリアンデッキがあったんですね。というわけで、まもなくペデストリアンデッキのある終了です。小倉駅、これを見ながら今回はお別れしたいというふうに思います。わっしょい100万夏祭り、博多花丸さんがやってたやつですね。まさかの一周撮りのはずが2周撮りに変わったという、わっしょい100万そういった回をご覧になりつつ、そう、それの最優秀賞の発表ですなんて言いながらね、夢之助さんなんか独特ですよね、あの人ね。モノレールが小倉駅に飛び込む。ガメラに破壊された小倉駅なんだ。そうなんだ。全県で109万人以下。ただ広いだけ。ただ広いだけ。まあ、熊本もね、今70万人を超えてますけど、もう数年でどんどん人口減になる時代になります。しょうがないっちゃしょうがないんですけどね、日本全体が減ってるんで、どっかでまたねベビーブームが起きるぐらいみんながではまたお会いしたいと思います。希望を持てる時代が来ればいいんですけどね。はい、というわけでご覧いただきました。改めましてこんばんは、なべっちでございます。Tポイント、この1週間で834ポイントも貯まったということで、まあ、その分支払いが大変だぞっていうところなんですけども、はい、8565ポイントとなりました。時刻は12時52分ですね。青い JR マークも、あ、そうか、小倉の新幹線もそうですね、西日本管轄ですもんね。広さ的には熊本と鹿児島、合わせたより広い秋田、すごいですね。ここで終わってちょっとほっとした。どうしたんですか、何か、あ、もっと近いところがあったんですかね。今日の地図こちらでございました。先週の雪道を過ぎたところ、工事現場ですね、ここからスタートしまして田川市内を通過で JR の小倉駅、ここまでやってきたという、そういうルートをお届けしてまいりました。いかがでしたでしょうか。子供は欲しいですね。正直きついですが、なんだかんだ言って結婚願望、ですよね。はい、で今日のカー23ニュースではこんなのをやりました。カー23はノミネートならず落選、表彰式後ベスト20のチャンスがということで、僕の、まあ、ベスト20、そうですね、11位以下の予想というのをやりました。こんな番組入るんじゃないかなと、まあ、ベスト10予想を先週したところ、ユーストトゥデイと、金曜ハミングあたりはきっとベスト20には入ってくるんじゃないか。で以下ご覧のチャンネル、ちょっと道楽 TV を2回変えちゃったんですけども、まあ、それでもぴったり10チャンネルです。おそらくこの辺が入ってくるんじゃないか。2、3もねギリギリ20位前後だと思うんですよ。なんとか入ってくれたら嬉しいなと思うんですけども、これは28日の表彰式後にきっとユーストリームのことですから、大々的に MC のサッシャさんあたりが発表するのではなくって、なんかテキストとして、それこそ今回の発表後の画面みたいに、11位から20位はこのチャンネルでしたっていうのをボンって出すだけなんじゃないかなというふうに勝手に予想をしております。まあできればね、きちんと発表してくれたら嬉しいなというふうに思うわけなんですが、小倉南のインターチェンジあたりからはなんだかバスに乗った気分に
なったな。そうなんですね、はい、では54分です。そろそろこちらのコーナーに参ろうと思います。そうです、こちらインフォメーションね。はい、ヌのアニメーションをつけて早3、4週間目といったところですね。では、インフォメーション参りましょう。日付変わっております。12時6分からもう12時間切っておりますけれども、スイッチ791 FM791 で熊本都市圏の皆さんにのみお届けする番組でございます。6時40分からはカリーノスモトリスマイルアベニュー RKK ラジオでお送りしますけれども、今日はランキングのコーナーです。2週間ぶりにランキングコーナー復活。今回は自動販売機の勝手にランキングをお送りしたいと思います。はい、ヌでございます。インフォメーションヌでございます。あ、これあれ変わってないな。あ、変わってるわ。 OKOK で、8時からは Wii ストリームです。今日はデザイン選手権、デザインをしてどうするのかなんていうところをねご紹介したいと思います。そしてこの番組に関わるある情報も出てまいります。乞うご期待。明日夜8時からです。木曜日7時54分から KAB 熊本朝日放送、これテレビです。お待たせいたしました、ゆけくまモン調査隊、私渡辺隊員の登場する回がいよいよ今週放送ということになります。ぜひよろしくお願いします。ミキティさん、もう私にできるのは祈るしか、いや、ありがとうございます。祈っていただいてね。そして一段飛びまして、日曜日午前10時からはサンデーユーステーション FM オグニでお送りしてまいります。そして来週火曜日は6時40分からいつものようにカリーヌ下取りスマイルアベニュー、午後9時からはグイーンと羽ばたけヒーローズ。来週のグイーンと羽ばたけヒーローズはゲストが、しかも女性ゲストが登場です。いつもとちょっと違ったグイーンと羽ばたけヒーローズ、まあ卒業記念スペシャルということで、番組は終わりませんし、僕や中華さんが卒業するわけではないんですけれども、まあ卒業式いよいよということでね、それにちなんだ企画をやっております。で、来週のカーツー3です。来週のカーツー3はどこやったっけ、あそこだ。今日は北九州、来週からは南九州です。どうぞ。というわけで来週のカーツー3はこちらでございますよ。飛びます飛びます、本当そうですね、飛びますね。空が綺麗。ついこの間収録してきたんですけれども、行ってきたのいつだったかな、確か15日だ。そう、15日土曜日に行ってまいりました。ミールさんの地元、そうですね、霧島ということですね。鹿児島、桜島、霧島、金港湾岸2-3をお届けしてまいります。おお、カゴンマダーで、そうです、金港湾です。桜島の北半分は、イグロさんよく覚えてらっしゃる、そうです、北半分は未走行でございます。イアンは言っておりませんから、あ、失礼しました。ついついね、ミキティさんのツイートはね、イアンを付け加えて読んでしまうんですよね。これが僕の悪い癖です。南薩摩、枕崎、イブスキとかは実はやってるんです、この番組。ぜひアーカイブの方をご覧いただければと思います。島、そうです、島ばっかりですね。鹿児島、桜島、霧島、近郊湾岸2-3、来週お送りしてまいります。ゆくさおじゃたもした、なんだっけそれ、なんかゆくさおじゃたもした、わかんなかった、ごめんなさい。薩摩か、そうです。4月に行ったら南山署、来週はおいらが1個年、お、そうですか。じゃあ来週もお祝いすることになるかと思いますが、まあとにかく奈田さん、来週お誕生日おめでとうございます。また素敵な一年をね、より一層素敵な一年をお過ごしいただければと思います。そして奈田さん、またね、来週ご覧になる時には1個年を重ねて
またさらにね、素敵な人生を送っていただければと思います。4月に行ったらばタケノコ掘りの予定。おお、なるほど。次週はいい、そうです、いい景色ありますよ。大隅半島、そうです、大隅半島に入ってまいります。アザースといただいておりますので、ぜひ、素敵な一年にしていただければというふうに思います。12時59分30秒を超えました。ごめんなさいね、あと5分だけこの番組続いていきます。というわけで、お、九郎佐助さん、天草長島にはいつ行くの？このリアクションで大体どういうことかお分かりいただけるかと思います。その日も天気が良さそうですね。ハッピーバ、いいですね。ハッピーバっていい響きですね。あ、ミキティさんからもね、おめでとうコメント飛んでおりますよ。というわけでね、まあ、あのソチオリンピックで寝不足の方、それから、まあ、大雪の影響で疲れていらっしゃる方、いろいろいらっしゃるかと思いますけれどもね、あのどうぞ体中だって体調を崩さないように、気をつけていただければと思います。もう2月もいよいよ後半ですからね、もうちょっとで本当の春がやってきます。そしてもうちょっとで桜を見る頃合いがやってきます。まあ桜、夜桜見物なんてするときにはまだまだ寒いですけどね、でも今よりかはまだだいぶマシだと思いますので、ぜひね、そこまで風邪ひかないように、とにかくそこ大事ですからね、体調をしっかりと管理していただければと思います。今でしょ、最近もうこの今でしょ言う人もいないですよね。さっきのは269-220-224 とか通るかな。いい読みですね、いい読みですよ。私は年度末のお仕事大詰めです。頑張ります、頑張らします。そうですね、あまり根詰めすぎて、ね、体調崩さないように本当に気をつけてくださいね。今日はちょっとね、ご覧になる方が60人、行って62、3人ぐらいだったんで、ちょっとまあいつもに比べるとかなり少ないという感じ、タイムラインの方も、まあ、割と落ち着いてたかなという感じですね。他のことで疲れております。奥さん、疲れた時にはふーっと息を吐いて、そして紅茶でも飲んでゆっくりしな。お風呂に浸かって旦那さんと一緒にキャッキャキャッキャ言いながら、いいじゃないか。あ、すみません、これも書いてなかったですね。UI ネットさん、お疲れ様でした。ありがとうございます。他のこと、自分のことで疲れて、そうそう、僕も結構疲れてます。まあでもね、疲れたっていう言葉を発しない方がいいなんていう考え方の方もいらっしゃいます。結構前向きな方の発言聞いてると、あ、なるほどなって取り入れることができるようなところもあると思いますんで、病は気からってよく言いますけどね、言霊っていうのもありますね。もっといける、自分はもっとできるんだ、なんか松岡修造みたいなこと言ってますけども、そうです、言葉は結構ね人を救いますからね。ぜひあまり無理しない程度に、ちょっと考え方を切り替えてみるっていうのもいいかもしれません。栄養ドリンクで回復、そうですね、まあ、栄養ドリンクで回復できないものは僕が癒してあげるなんつって、いや、はい、エコーかけませんでしたけど、それができない、まあ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 、そう、あまりもがきすぎないように楽に考えましょうね。はい、ゼビウスさん、お疲れ様です。ありがとうございます。久々に最初から最後まで見ます。ありがたいですね。ぜひ来週もいい景色なんですよ。はい、そして再来週もいい景色になっておりますので、ぜひこちらもご覧いただきたい。まあ、パソコンでご覧の方は下の方をご覧いただくと、来週のもそうですし、再来週のものまでタイトルが載っておりますので、あ、ここ走るのかというのがお分かりいただけるかと思います。まあ、松岡さんも帰ってくるようなので雪降りませんよ。そうですね、全部修造のせいだ。確かに楽しいことをしましょうね。では皆さん、また来週の火曜日23時にお目にかかります。おやすみなさい。風邪ひかないでね。